中国の貨物船は今年1月石垣島と西表島の間にある国立公園のサンゴ礁海域で強風にあおられて座礁しました先月中旬に撤去作業が始まりましたが今月の台風6号により船体が2つに割れるなど影響が広がっていましたこれを受け県などが昨日関係者への説明会を開き 2つに割れた船体の船尾部分が65度傾き解体作業に時間がかかるとして作業の完了が当初の計画より3か月遅れ来年5月になるとの見通しを伝えましたまた積み荷のヤシ殻およそ9000トンはほぼ全てが海に流れ出ましたが産後に大きな影響はないそうで地元の漁協関係者などが回収作業を行っているということです